原子力発電所の建設工事や運転に際しては地元企業での受注や地元在住者の雇用が積極的に行われました。原子力発電所との共存は地域に雇用拡大の効果をもたらし、地域活性化につながっていると考えられます。さらに人口についても、国勢調査によると昭和45年の2万7000人をそこに、著しい人口増加を経て以降は3万人を超える人口を維持しています。原子力発電所の候補地となった昭和42年当時、旧浜岡町は農業、旧御前崎町は漁業が主要産業でしたが、平成27年の国勢調査による御前崎市の産業別人口構成は第三次産業が半数を超えるなど、町の発展によって人々の暮らしは大きく変化してきました。